しみにしてるぜ。全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前はオーキドじゃ。今回は先日の罰ゲーム、指定ポケモンが来たら中古ソフト1個開封の罰ゲーム、21個中古ソフト買ってきたんで、それの開封動画を撮っていこうと思うぞ。マジで21本買って3万超えたからな、合計金額。わしこの企画に命かけてるから本当によろしく頼むぞ。まず1本目はポケットモンスターホワイトじゃな。ちなみにゴミソフトだったら問答無用でカットしていくからな。じゃがいもさん、バッチアッコ図鑑149匹、プレイ時間22時間58分、全然やっとらんなお前な。じゃがいもコラ、ポテトチップスにして食ってやろうか。イモブオ、イモノクス、イモンナ、ヤナイモ、シビビーも、お前どんだけジャガイモ好きなんだこいつ。頭の中ジャガイモ詰まっとるんじゃないのか。ん、全然ボックスの中何もいないじゃん。はぁ、ゼグロムしかいないとかお前マジで言ってんのか。うん、多分こいつ頭ジャガイモでできてるから、普通の人間の思考ができなくてどっかにやっちゃったんだろうなポケモンな。うん、次のソフト行ってみます。おー、ソウルシルバーじゃな。これ中古ソフトでも今2000円超えて普通に高いからな。いいデータ入ってなかったら怒っちゃうぞ。ソラさん、プレイ時間61時間40分、持ってるバッジが16個、ポケモン図鑑104匹、あんまり集めてないみたいじゃな。海竜、爆風、レイエモンさん、ヘラクロス、電流、メノクラゲ、ブーバー、他のボックスはどうじゃ。なんかいろいろいるっちゃいるが、そんなになんかいいロムではなさそうじゃな。ボックスにはまあ普通にルギアがいるかなって感じじゃの。マスターボール1個、ただの途中で飽きちゃったキッズみたいじゃな。はい、次のソフト行きます。次のソフトもソウルシルバー、主人公ブッキーニさん、プレイ時間が386時間、持ってるバッジ16個、ポケモン図鑑229匹、まあちょっと期待できるんじゃないかな。2000円の価値はあるかどうか、いくぞ。さてボックス、親鳥、闇カラスがいっぱい、あとホウホウがいっぱいじゃな。うわ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 、キャモメがいるんじゃの。豚小屋、はぁ、お前なんで豚小屋にこんなワンリキーとかさ、こう EV とか入ってんだお前。 EV は豚じゃねえだろお前、可愛いだろ、謝罪しろお前。でこっちが犬小屋、犬小屋なのになんかネズミが紛れ込んどるぞ。鳥かご、まあ鳥ポケ多いけど、またなんか EV とか入ってるんだよな。育て中、いや育て終わっちゃったのかな、ポッチャマしかいないが。一軍、一軍こいつら、ポケモンイベントでレベル30の時に運命的な出会いをした色違いスイ君じゃな。ポケモンが大好きなことを証明する記念リボンで、レジギガスじゃな。まあレジギガス一軍だよな。ふん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 、ガガガガガガガって感じだもんな。ポケモン映画でレベル100の時に運命的な出会いをしたようだ。冷たい、あ冷たいね、このボックス確かに冷たいボックスじゃな。冷たいと冷たいって何が違うんじゃ。あ、ちょっとよくわからないんじゃが。ヨンギラス、色違いじゃな。テレアな性格、206番道路でレベル16の時に出会ったようだ。へえ、あったかーいって、完全にこれ自動販売機じゃな。お前キッズのくせに結構いいセンスしてて、わしびっくりしてしまったぞ。ポケモン映画09でレベル30の時に運命的な出会いをした、色違いピチューピチュー、ショコタンじゃん。ショコタンピチューピチューじゃん、お前。なあ、ショコタンのな、名前を受け継ぎやがって、お前、羨ましいんじゃん、お前。なあ、臆病の性格、大好きクラブでレベル5の時に運命的な出会いをしたようだ。七夕ジラーチじゃな。ポケモンイベント07でレベル50の時に出会った、ルカリオ。オクタン、ポケモンイベントでレベル50の時に運命的な出会いをしたようだ。ゴルコオクタン、リスナーさん曰く、このロムは激レアロムらしい。なんかな、ショコタンピチューとか、ゴルコオクタンとかな。激レアロムらしいな。ラッキー。
いやー、高い金払って正解だったみたいじゃな。よかったよかった。さあ続いてのソフトはポケットモンスターダイヤモンド、主人公ヨスガラさん、プレイ時間308時間14分、持ってるバッジは8個、ポケモン図鑑348匹、これは期待できるんじゃないかな。さあボックスの中身、ノーマル、ミミロル、ラッタ、デファッチョ、 SIDO、 シド、ゲジゲジ、あーゲジゲジな。おーちゃーブルースリーか何かかな。全くブルースリー格闘タイプに関係のない深丸も入っているが、寒いよって、さっきのあったかいとか冷たいみたいなノリしてくな、お前な。何の予定なんですかね。予定ポケに、だから何の予定なんですか。ヒンバスを眺める水槽みたいじゃな。神様、ああなるほど、純伝説以上。あれルトムは神様だと。全く神様と関係ないなんかポケモンが入ってるが、まあ予定としては多分純伝説以上入れたかったんじゃの。まあ卵あるけど、全く卵と関係ないポケモンも入ってるんだよな、ただのボックスの名前が面白いキッズで終わりじゃな。次のソフト行ってみるぞ。次のソフトはポケットモンスターパールじゃな。主人公シュンくん、プレイ時間170時間30分、持ってるバチ8個、ポケモン図鑑313匹、ヨーギラス、イーブイ、スボミー、ミノムッチ、コイキング、コイキングレベル高えな、お前なんじゃなんじゃ、なんでそんなレベル高くなっちゃったんですかね。さあボックスを見ていこう。なんか普通にギャラドス47レベルのやついるしな、なんでコイキングだけあんな強くしてしまったんじゃ。なんか大してそんなに面白いボックスではなさそうじゃな。ちょっとバック、まあ、バッグの中見てみないと。あっ、ああおい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 、ダメだよ改造しちゃ。マスターボール946個って、お前一体何をゲットしたんですか。ん、プレシャスボール、何かの記念の品として特別に作られたかなり珍しいボールなのに999個持ってるんじゃな。んー、これはちょっと犯罪者の匂いがするの。なんでカラカラにマスターボール使ってるんじゃ。シュン君、お前ダメだよ改造しちゃなあ、犯罪者だぞお前。なんでこの辺いっぱいマスターボールでゲットできたんでしょうか。ちょっとわしにはわかりませんが、ダメよシュン君、本当にな。で使ってゲットした強いポケモン、お前な、新作に持ってったんじゃろ。お前ほんと最低なやつじゃな、シュン。こらお前、もう大人になってるかもしれないがな、若さゆえの過ちを認めて切腹してください、お願いします。さあ続いてのソフトはポケットモンスター X じゃな。たくまくん、バッジ8個、図鑑458匹、あー期待していいんじゃないかな。孵化専門、なるほど、炎の体で孵化するために孵化専門って名前をつけて、もうこいつは生きてる間な、やれることをもう定められてしまったかわいそうなポケモンじゃな。ちょっとガチ勢っぽいんで、ボックスの中期待していくぞ。ん、何もいない。ん、冒険、親目、ハロウィン、素敵な場所でレベル25の時に運命的な出会いをしたようだ、ちょっぴり強情。ん、ハロウィンゲンガー、全く知らない配布とかいっぱいあって勉強になるな。ちょっとムツゴロウさん、ちょっといっぱいいすぎじゃないかな。アメパでも作りたかったのかな。でな、カビゴンがいっぱいと、厳選済み全然いないじゃん、お前絶対これ移動したよな。まあこんだけやり込んでたやつが育成したポケモンを残して売るわけないからな。多分このボックスの中に残ってるポケモンたちは移動するに値しない絞りかす認定されたかわいそうなポケモンたちなんじゃの。めっちゃ伝説いいんじゃん。テラキオン、ビリジオン、コバルオン、エムリット、アグノム、ユクシー、ラティアス、ヒードラン君、ルパンな、ルパンコバルオンでなんでルパンなの。ルパン、次元、ゴエモン、なんじゃルパン三世オタクだったんじゃなこいつは。ボルトロス配布、陽気な性格、運命的な出会いをした、一種地方から時間と空間を越えてカルス地方にはるばるやってきたようだ。ミロス島のボルトロス、ちょっと気になるから調べてみよう。
Wi-Fi プレゼントで運命的な出会いをしたになる、場所任天堂ゾーンなどの任天堂 Wi-Fi コネクションのアクセスポイント周辺不思議な贈り物2011年12月16日から、2012年1月10日対象ソフトはポケットモンスターブラック任天堂ゾーンぬんかんぬんでアームハンマーを習得している。本来覚えない技なんじゃな、うん、レアじゃん。ずぶとい性格。2014年6月7日ポケモンセンターでレベル50の時に運命的な出会いをしたようだ。ちょっぴり強情。ポケモンセンターゲンガーなんじゃな、うん、これももしかしてある程度レアロムなんじゃないかな。リスナー曰く、まあ大当たりではないけどそれなりにレアロムだったみたいじゃの。ラッキー。さあ続いてポケットモンスター X、 名前がアイさん。バッチ100個、図鑑350匹、プレイ時間61時間24分じゃな。さあ一応手持ちがフォフォダネダネファイアローアマルルガピカピカラプラス、多分名前つけられてないやつは嫌われてるポケモンなんだろうな。他はなんか気に入られてそう。ゴミロムじゃねえかこれ。いやゴミとか言ったら失礼だな。うん、もう大したことないロムなんじゃないかな。はい、ゴミロムだったんで次行きます。さあ続いてのソフトは皆さんの記憶に新しいポケットモンスタームーンじゃな。名前メタモン。なんで自分の名前メタモンにしちゃったんじゃろうな。図鑑62匹でプレイ時間42時間33分。ちょっと期待できないな。ん？ちょっと待って、え、あれこの名前なんか見覚えある。これラブライバーのデータだったんじゃな。のぞみまきちゃん、賢いかわいいエリーチか、花よニッコニッコにヘヌカチュンじゃな。うん、まあわしはミューズの中ではなノンタンが一番好きなんで、まあ望みパワー注入プシューをしていただきたいところなんじゃが、果たしてボックスの中にはスピリチュアルなポケモンはいるのでしょうか。まどまオタクじゃねえかこのロムやってたやつ。素敵な場所でレベル50の時に運命的な出会いをした。窓マギなんだな。でも窓マギっていうかなんかこれはあれだな、魔女っぽい見た目してるよな。なんか魔法少女じゃなくて魔女っぽい見た目してる。このロムはラブライバー元いアニメオタクの、ロムだったんじゃな。さあ続いてのソフトはまたしても皆さん見覚えのあるポケットモンスター3、サン JSB さん、図鑑124匹プレイ時間63時間32分、うん、寒い。とりあえず手持ちがカイリュウアシレーヌボーマンダルカリオウィンディサランディット、あ、3代目 J ソウルブラザーズって意味か、あの名前。なるほど、ラブライバーの次は3代目 J ソウルブラザーズのファンの方だったんじゃな。あ、意味わかんなかったけどリスナーが気づいてくれて助かったの。バーッと見ていってもそんなに面白いポケモンはおらんからな。ニックネームも別に面白いわけではないし、外れロムだったんで次行きます。はぁ、お前全然やってねえじゃん。お前バッチゼロ個図鑑2匹とかもくしょうもな。お前プレイ時間13分ってどうなっとるんじゃ。さあ続いて11本目のソフトはポケットモンスターアルファサファイアじゃな。KY さん、空気読めない人かな。バッチ8個、図鑑163匹、プレイ時間は17時間41分。はっ、ほんと空気読めてねえなこいつ。お前四天王でやめてソフト売るとか、ほんと空気読めてねえな。お前やっぱ KY だわ KY。 私が高校生くらいの時に流行った略語だけど KY だよお前。空気読めてねえよお前な。めんどくさいから手持ちだけ見よ。レックーザ、ジュカイン、カイオガ、マグマラシ、オスバメ、エムリット。今度の私は一味違う覚悟決めてかかってきてね。かわいい。ガリオ転生。いやー、まあせっかく四天王を倒したんじゃが、ミラクル交換で見れるらしいんでそっちで見ましょう。はぁ、え、嘘、あ、わしこんなに頑張ったのにこれしか中身ない。しかもピカチュウもなんかなあ。ピカチュウじゃねえよお前。四天王を倒して
ここまで成り上がったのに、長見はこんなひどいことってありますかね。いやー、ほんと KY だったな。このソフト後でハンマーで叩き割ろうと思うぞ。さあ、戻ってまいりました DS ソフトポケットモンスターパールじゃな。サクヤさん、プレイ時間236時間2分、持ってるバッジが8個、ポケモン図鑑358匹。お、これは期待できるんじゃないかな。は？ビッパビッパビッパムックルビッパムックルってお前どうなっとるんじゃ。あー、ビッパとムックルを違うロムで大量にゲットして、そっちのロムに流したアートみたいじゃな。見やられたね。驚いたね。ま、期待するだけ無駄だったみたいじゃの。普通じゃな、つまんな。じゃあな、続いてのソフト、ポケットモンスターダイヤモンド。タイジュさん、プレイ時間53時間50分、持ってるバッジ8個、ポケモン図鑑145匹。ピチューボックス、全くピチューの要素がないんじゃが。また外れ飲むかよ。手持ちもしょうもないの。次行くぞ。さあ、続いてのソフトはポケットモンスターホワイト2じゃな。マサトくん、バッチアッコ、図鑑413匹、プレイ時間86時間50分。ファイヤーキングドラミュウツーダークライレックスアルセウス。前売り券でもらえるアルセウスで色違いアルセウスが解禁。2015年に解禁されたんだって、あの色違いアルセウス。だからなんか2015年、今から3年前なんで、多分オメガルビーアルファサファイアぐらいなのかな。そこで初めて色違いアルセウスが解禁されたんで、これは完全に改造アルセウスなんじゃな。アウト。ノーガードレックーザー、殺意の波動に目覚めたレックーザーなのか。だからレックーザーも改造みたいですね。これをポケモン大会に持ち込んだら一撃必殺で、二度と出場できなくなること間違いなしじゃな。まあ、このアルセウスは正規で、でそれ以外もなんか大丈夫そうかな。お、サザンドラ、カリータサザンドラ、ポケモン映画11、デオキシス、マスダ、まあ、キュレム、ミュウツー、ピーヒルズ、ポケモン映画13でレベル100、運命的な出会いをした、これも配布だろう。で、それ以外のボックスは、映画館ゲノセクトだ。これ前見たな、別な中古ソフトでも入ってたはずじゃぞ。で、こっちはなんか普通のゲノセクトだな。 Wi-Fi プレゼントのプラズマゲノセクト、ポケモン映画12。お、ショコタンケルディオ。ショコタンケルディオ2090年にもらってるんだけど、データが時計間違えちゃったのかな。まあ改造、明らかに改造なのはこのレックーザとアルセウスらしいな。お互いの技が必ず当たる。絶対レードと地割れも必ず当たってしまう凶悪な改造レックーザ、みんなも気をつけるんじゃぞ。じゃあ次のソフトいきます。さあ、続いてのソフトはポケットモンスターハートゴールド。 T26G さん、プレイ時間32時間49分、モンテルバッジが16個、ポケモン図鑑36匹。お、後ろにバンギラスちゃんがいるぞ。手持ちは怪獣、ギャラドス、フリーザー、海竜、サンダー、ラプラプ。ボックス1しかないのか。ボックス1しかないみたいじゃな。ホウオウとルギア、しょうもない感じじゃな。こんばんは、 T260G さんですね。お母さんからのお届け物です。こちらをどうぞ。シルクのスカーフ、しょうもな。さあ、ソウルシルバーじゃぞ。主人公暁、プレイ時間79時間51分、持ってるバッジ16個、ポケモン図鑑39匹。レッド、久しぶりじゃな。わしが最初な、御三家ポケモンあげたから、君はポケモンチャンピオンになれたわけじゃからな。ここで恩を返してくれるんじゃろ。なんか喧嘩打ってきたんじゃが。やっぱりレッドもサトシもなんか恩をあだで返すやつしかいないみたいじゃの。
いや、音楽が神なんでこれは聞きたい。相手電光石火で静電気、ピカチュウは電気タイプなのにしっかりと麻痺してくれたの。お前電気ネズミが麻痺してていいのか、それでいいのかピカチュウ。お前なみっともねえぞお前。おやべえ、全然技、お前 PP 全然ないじゃん。もうシャドーボール打つぞ。急所に当ててゆく。あ、白梅ダウンなんじゃな。さあ弾丸さんの出番じゃぞ。まあ、バシーも人気ポケじゃが、どんだけ PP 枯渇してんのお前。お前ここまで来るのに一体どれだけ技使ったんじゃ。あー電光石火やめて。さあまあフリーザ様ならな、うん、フリーザじゃねえよミュウツーだから。まあミュウツー様なら、しっかりと、敵をボコボコにしてくれるじゃろうな。サイコキネス、まあこれでピカチュウは終わりじゃろう。えいよえいザクー。あとはミュウツーで、一気にストレート勝利してやるぞ。やべえカビゴン出てきた。レベル高え。あ、最後はあられでやられてしまったな。レッド、お前恩あだで返しやがって絶対許さねえからな。なんか喋れ陰キャが。こらこれでやっとね、まあボックスが見れるというわけじゃよ。わしの頑張った意味は一体何だったのかな。うん、普通の配布。あ、つまんねえ。さあまたしてもポケモンパールだな。主人公パールさん、プレイ時間187時間51分、持ってるバッジが8個でポケモン図鑑は148匹。とりあえず手持ちがガブリアス、夜のずく、エテボース、ビーダル、チェリム、んボックス1、下にめちゃくちゃ固まってるぞ。ギャラドス、カバルドン、レントラ、ガブリアス、いろんなポケモンがいるっちゃいるが、あーもしかしてこれ、あーしょうもなパターンなのでは。うん、普通でした。次行きます。続いてのソフトはポケットモンスターブラック2じゃな。カメさん、バッチ、あバッチ3個、図鑑72匹、プレイ時間13時間36分かな。あ見る価値もなかったわ。さあ続いてポケットモンスターブラックじゃな。ジャックさん、バッチ8個、図鑑594匹、プレイ時間が213時間25分。ん？これはちょっと期待できるんじゃないかな。マニューラ、ブルック、ドンカラス、チラーミ、レジアイス、ゲノセクト、ポケモン映画の色違いゲノセクトじゃな。親の名前リョータくんってちょっとキッズ感で出ていいね。ん？フィオネ、ラッタ、ルカリオ。ルカリオとかも普通に配布の可能性があるからな。あ、普通だったわ。ビリジオン、テラキオン、ルギア、サンダー、ファイヤー、フリーザー、クレセリア、エムリット。でこの辺ほとんど伝説なんじゃねえか？だな、ダークライ、ビクティニ、なんか余計なゴミみたいなの混ざってるけど、ミュウツー、スイ君、パルキア、セレビーだ！わー、セレビーだ！特別な場所で運命的な出会いをした幻のポケモン。映画館セレビー、エンペルトの色違い。この辺御三家いっぱいいるな。なんかボックスの中身わちゃわちゃしてるけど、一応御三家が固まってる感じじゃな。あ、なんかアルセウスがたくさんいるんじゃが。運命的な出会い映画館、運命的な出会い映画館、運命的な出会い映画館。いっぱい映画を見に行ったのかな。すごいな。天井村のレジギガス、これあれでしょ、選挙レックーザ。これは見たことあるな、選挙レックーザ。これはあれかな、ソフトいっぱい持ってて一個に集めたか。この子がガキ大将で、おうのび太、お前のアルセンスよこせよつって巻き上げたのかもしれない、のび太たちから。うん、色違いラティオス、色違いレジギガス、色違いグラードン、なんか色違い固まってるんじゃないか。あ、この辺全部色違いじゃん。あ、色違いがいっぱいよ。サトシのグラード
あ、これあのレベル100の時の下のこの横棒は一体何なんですかね。ID ナンバー00000のサトシさん、やってますねこれ。これは改造なんだな、これは。うん、改造さんとかも含まれてんな、こいつのロムには。驚いたね、サトシ。お前チャンピオンになれないからって改造に手を出したんだな。わしらが愛したサトシはもう死んでしまったのかもしれないの。お前じゃピカチュウと言葉を交わすことはできないぞ。さあラスト2本、ポケットモンスターダイヤモンドじゃぞ。黒沢くん、もうちょっと頑張れなかったかな。はい、次行きます。さあラスト1本、ポケットモンスターホワイト。泣いても笑ってもこれがラストじゃからな。行くぞ。せいやくん、バッチアッコ、図鑑289匹、プレイ時間110時間、手持ちはオノクス、ディアルガ、レックーザ、サザンドラ、カレナ、エンブオ。さあボックスの中身を確認していくぞ。ボックス6はそうでもないな。ボックス5、あれ、ん、あれ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 、おい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 、お前ラストばっこり締めてくれよ、せいやくん、お前な。ということで、これで21本すべてのソフトを開封することができました。投資金額、約3万円でございます。この開封に3万円の価値があったかどうかって言われると正直わかりませんが、まあでもね、ふざけたソフトも見れたんで、まあ面白かったかな。みんなも中古ソフト買うときは改造ポケモンには気をつけるんじゃぞ。ピッピカチュー。